1954年矢部常時11月9日から1967年5月7日は日本の政治学者、評論家、東京帝国大学法学部教授、拓殖大学総長などを歴任した、十三三君等、政治学博士、旧世横山、第二次世界大戦前、戦後を問わず現実政治への関与を行い、戦前は、 この絵文み丸のブレーントラスト、昭和研究会に参加し、外交部会長を務めた。戦後では、東大時代に指導した中曽根康弘の相談役であったことで知られる。中曽根はたびたび死であったと公言している。自身の来歴から、この絵に関する多くの電気研究を、編纂執筆している。政治史研究に関する一時資料として、やべ日記が没後、刊行されている。 死蔵文書類は、県政記念館が所蔵していたが、一部が、政策研究大学院大学に異常、整理された。現在は、オンライン版、矢部さだはる関係文書、同保位として刊行され、急増資料を、横断的に利用できるようになっている。1902年11月9日、鳥取県ケタカ氷見穂村、大浅向き国安の農家に生まれる。後、 愛媛県今治市出身の司法官、やべやそうの養子となる。旧正鳥取中学校、旧正第一高等学校文科校類を経て1926年3月、東京帝国大学法学部政治学科を卒業、柳原忠夫博士から教育者になることを勧められ、政治学の創始者たる恩師、小野塚紀平治博士について、政治学者への道を進むこととなる。 1928年5月、東京帝国大学法学部助教授。1939年8月、東京帝国大学法学部教授。1945年12月東大教授を、異岸面関。1952年4月は瀬田、大学大学院講師。1953年10月選挙制度、調査会委員。1955年3月、 拓殖大学総長兼教授。5月政府移植でイギリス出張。12月行政審議会委員。1956年10月、公安審査委員会委員。1957年7月憲法調査会副会長。1958年9月、公安審査委員会委員再任。10月行政審議会委員再任。1959年4月中央。 教育審議会委員。10月選挙制度審議会委員。1960年11月文部省東南アジア、教育調査団長として、東南アジア4カ国出張。1961年1月憲法、調査会海外調査団長として、北中南米7カ国に出張。1962年7月、公安審査委員会委員再々任。 1964年6月、拓殖大学総長、辞任。次来政治評論家として活躍。1967年5月7日、旧制。十三三君一等随法賞を、のぶ樹される。名前の読みは、さだじだが、晩年自ら、定時と称する。科学研究非正果報告書、近現代日本の政策資料収集と、 情報公開調査を踏まえた、政策史研究の再構築、代表者、伊藤隆平成15.16年度、代表者、伊藤隆課題番号、1533万24伊藤、隆氏団は、http コロンスラッシュスラッシュ kins.jp スラッシュ pdf スラッシュ 5qitotpdf 派と、観光にあたって、 伊藤隆新日本人物体幹人事調査通信社1958年や400ページより、鳥取県百決言より、ありがとうございます。